はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。はい、今ね、一級河川太田川水系内大谷川というところに来ています。こちら、非常にね、こうやってダーッと流れてますけど、実はこれ雪温泉って言いまして、雪町にあります。はい、ね、この辺ずっと温泉街だったんですけど、全部もうクローズしてしまっています。今回のコロナが原因というわけではなく、もうなかなかね、人が来てくれない温泉街ですね。もう廃墟になってしまいました。そしてこの川がね、こうやって流れてる川あるんですけど、非常にホタルがね、これからの季節夜になると飛び交って、非常に風光明媚な場所で、いいところなんですけど、広島市内からも本当2、30キロで来れるところにあってね、こういいんですけど、当時としてはいいんだけど、なかなかね、今のなんて言うんだろうな、みんなの趣味嗜好に合わないと言いますかね、今の時代に中ではこういう温泉が宿に泊まってね、周りに何も娯楽がなく、ただ泊まってのんびりお風呂入って帰るっていう、っていうのがね、もう時代にそぐわなくなったんでしょうね。向こうにある新たに日帰りの温浴施設とになった雪温泉のロッジの方には人がたくさん行くんですけど、こっちは誰も来なくなって、どん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 閉まっていったって感じですね。ホタル鑑賞スポット、はい、こんな感じでね、非常にいいところなんですよ、なったんですよですね。この辺だから全部残念ながら、こうやってさっき写真を撮りながら歩いたんですけど、ほぼ休館、閉館、廃業した、ゴーストタウン、廃墟になってます。なんか残念だよね。今回のコロナのことでね、一時的に休業してるのはともかく、そうじゃなくってさ、でもこれ本当、この川沿いにこうね、秋とか紅葉が綺麗でいいはずなんだけどね、残念だけど、もう時代にそぐわないんだな。はい、あそこに今モンキー止めて、はい、歩いて写真撮って回ったんですけど、ここは昔足湯がね出てて、それでバイクでツーリングした帰りに、そこにバイク止めて足を勝手につけて、無料で足湯で体を温めることができたんだけど、はい、もうそういうのも全部ないですね。あれが湯の神神社、はい、なんか湯の神様も悲しんでるよね、ほんとね。で、あそこにね、露天風呂があるんだけど、あれも今は営業してないみたいだね。あそこちょっと行ってみようか。はい、この写真はまたノートにアップしておきますね。ここ誠の檜の木湯っていうね、ここね、なんかいい感じなんだけどね、このさびれた感もなかなかいいんだけどね、残念だけど、もうこうやってなくなっていくんだね。まあでもこういうの経営してた人も残念だろうけど、もう潮時があったんでしょうね。はい、っていう感じで、はい、ちょっとビデオ少しだけ回してみました。はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。はい、今日はね、ぶらりと写真撮りツーリングに、はい、雪町の雪温泉、この川沿いのね、もう全てが、閉館してしまったこの廃墟と化した温泉街の写真を撮りにやってきました。はい、でも今写真撮ってね、軽く歩いてパチパチっと写真を撮って、今から帰るところです。はい、時刻は、2時ですね。はい、今日はね、そう歩くだけで何もしたわけでもないんだけど、写真を撮っただけなんですけど、はい、いつもはもう通り過ぎるだけですね、ここもね。
はい、温泉入ることもないですから、それは作れますよ、ほんとすいませんって感じします。はい、これをね非常にこう懐かしんで、おしむかのように、言う人もたくさんいるとは思うんだけど、僕もそうは思うけど、でも実際に自分が利用してなかったのでね、それは自分たちのせいでもあるから、はい、ね、やっぱりそれが世の中の流れですよね。そこにあるとなくなると寂しいから営業しててほしいけれど、じゃあ自分がたくさんお客さんや知り合いを連れて行って、少しでもそこの力になっていたかというとそうじゃないんだよね。ただ存続しろ、営業努力をしろ、経営者にね、赤字になっても続けろみたいな、それは傲慢な話でね、儲からんとこはやっぱし世の中の流れでなくなっていく、これは仕方のないルールだよね。そうならないようにするには、本当にそこを残したければ、そこの施設を利用するなり、ね、どんどん宣伝して人が来るようにするなりしなきゃいけないよね。だからこうね、昔あったよねって僕も思いながら、でもあそこはもみの木森林公園にぶられてお散歩ツーリングした後で、立ち寄りはするけれど、通りはするけど立ち寄ることはないよねって思った時に、それはなくなるよってやっぱり思っちゃいますね。はい、仕方がない話ですという感じで、今日はね、ぶらりとツーリングで、雪温泉まで来て、お風呂も入ることなくあって写真だけ撮って帰るっていうね、極めて誰とも接触しない緊急事態宣言下での元ブログ撮影だけを しに来たわけでございます。まあそんな感じでね、家を出た時にホンダのゴーライドのアプリでツーリング記録を取り始めて2時間で44キロしかまだ走ってません。写真撮りながらブラブラしてたんで、はい、もう今日はもうこのまま2時だから、はい、まっすぐお家の方へ帰ろうと思います。こうやってね、ちょっとずつだけど、じゃ先々でバイク止めて写真撮ってっていうことを、おそらくしばらくの間続けるかもしれません、コロナの影響で、はい、なんでもない街の中にね、写真として切り取れるものがあれば撮って、ノートっていうSNS サイトの方にアップロードして、芸術ではなく記録としてね、こう残していけたらいいかなと思ってます。はい、芸術性はね、なかなかね、写真家でもないので難しいので、それは、はい、望むべくもないと思っておりまして、はい、いやー、こうやってのんびり田舎走って写真カメラ首からぶら下げて撮って回るのも悪くないよ。決してね、僕が使ってるカメラも高級品ではなくて、5万円程度で十分レンズ付きのキットが買える、ミラーレス一眼マイクロフォーサー好きなんで、これぐらいのサイズのものがバイクのツーリングにはとっても便利です。はい、SNS にアップするのが目的なので、プリントアウトしないからフルサイズとかいらないかなと思ってます。まあ APS-C でもいいんだけどね、だけどまあウエストバッグとかそういうボディバッグにポンと掘り込めるサイズ、あと交換レンズポンと1本2本3本とか入れてもなんとかなるサイズっていうことになると、どうしてもね、マイクロフォーサーズが便利よ。うん、で僕は今日はもう 25mm1 本しかもうつけたまんまできただけなんで、まあ、25mm つまり、フルサイズ換算で 50mm ね、それを1本つけてきただけなんで、それだけで結構写真撮って楽しんで回れるから、もう本当これでこういう使い方をするにはいいかなと思ってます。はい、
で、あとはね、その現像をね、あの現像っていうのはその紙にプリントアウトする現像じゃなくて、あのパソコン上で生データ、ローっていう生データをね、あの JPEG にあの焼き直すのロー現像って言うんですけど、このロー現像をね、あのソフトでね、やって露出とかいろんなものの補正ができるわけですよ。で、それを今勉強中と言いますかね、はい、あんまり今までやってなかったことなんで、 JPEG 取って出しが多かったものですから、はい、時間がある時に取っておくと、本当雨降ったりとかして何にもすることがない時に、おお、あれ現像しようとかっていうのが家の中でやることがたまるので、そのためにこういろいろローで写真を撮って回ってます。まあね、いろいろね、昔はこう商品画像とかバンバン撮ってたから、通販やってた時代はね、そうだったんだけど、でもそれは本当商品のためのロー現像で、こういう自然の中でいろんな明かり、太陽の明かりがね、曇ったり晴れたりっていろいろあるじゃないですか、夕暮れ時とか朝とか、そういう光が変化する中で撮ったもののロー現像はしたことがなかったので、非常に今回ね、こう楽しみながらも苦しみながらも、へーっていうことが多くて楽しんでる。商品画像はさ、ある一定の明るさ、もう決まった商品を撮れる明るさの照明を用意して、背景も色飛びしないようにグレーの背景を置いて、でもうレフ板みたいなものも用意して、もう必ず一定の状況下が作れるようにして撮るので、もうそんなにね、ロー現像でいじるとこがなかったんですよ。ホワイトバランスを微妙にいじるぐらいで、なんだけど、今回は本当にいろんなこといじらなくちゃいけないから、え、こんなんがあるんだ、こんなんがあるんだみたいな もうソフトの使い方がわからんよみたいな感じで、結構そういうのね、苦しみながら楽しみながらやってる感じです。はい、まあ別に写真家になりたいわけじゃないし、どうってことじゃないんだけど、まあ人生なんでもやってみると楽しいじゃないですか。はい、なのでせっかくカメラあるんだしということで、そういうことをやってみています。はい、まあ、そういうためにね、今日ちょっとカメラを持って遠くに行けないのが、近くにこうやって人と会うこともなく、ただ走って止めて写真撮って帰ってくるだけなら、もう緊急事態宣言だろうが、もうね、不要不急の外出ではあるかもしれないけれど、誰とも接触しないので、はい、よくいいんじゃなかろうかということで、はい、やってます。いや、ほんとね、そういう意味でこういうオタッキーな写真趣味みたいなのもあっていいかもよ。でもうね、結構データが溜まってくると面倒くさいので、ほとんどね、そういう SNS 的になものにクラウドとかにもう全部パンパン飛ばしちゃって、出来上がったものは、自分のパソコンの、ハードディスクから消えていくパターンが多いです。はい、まあ、Google フォトとかね、 Amazon フォトとかそういうとこにアップロードするのもいいしね。だからそういう感じでほぼほぼクラウドを預かりにしてますよ。まあでもこうやってまだバイクっていうのとか写真が好きとかいうのもあって、外に出てね、何かをするという目的で外に出て、人とも会うことなく、この緊急事態宣言の中でも誰にも迷惑かけずにこうやってバイクに乗れるだけ、まあ僕は幸せかなとは思います。はい、不謹慎だという声が聞こえてくるか、声もあるかもしれないけれどね、なんか本末転倒なことを言われることもあるんだけど、ちゃんとね、物の本質を捉えたね、自分に都合のいい解釈ではなくて、ちゃんと自分も我慢をし、
ちゃんとルール守り、その中でねの出来事として、こういう、バイクでのお散歩は全然僕はありだと思うし、むしろ思って鬱になるよりかは全然僕はおすすめします。はい、という感じで、なんかたわいもない話しましたけど、はい、今日の動画はこんな感じです。はい、また次の動画でお会いしたいです。チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。